お元気ですか？僕趣味です。今回は 2023BBM ベースボールカード埼玉西武ライオンズヒストリーの回収等が第2回目でございます。前回もね1回あげてますので、今回はですね、ノーマルカードはね、説明は、割愛とさせていただきます。レアカード、キアカード、そしてね、シリのカードのみね説明しますので、よろしくお願いいたします。まずは前編の7パックやっていきたいと思います。7パックで8パックやっていきたいと思います。それでは前編の8パック開封していきます。では前編の8パックやっていきたいと思います。まずはですね、1パック目でございます。で、松井和夫選手のカードでございます。現在は監督でいらっしゃいます。で、これは球団の歴史でございます。袋目でございます。で、こちらですね、次初飛行、内野手のカードでございます。前監督でいらっしゃいます。3袋目でございます。3袋目でございます。あ、すいません、4袋目でございます。5袋目でございます。球団の歴史カードでございます。6袋目でございます。で、田淵幸一内野手のカードでございますが、こちらは100シリでございます。こちらでございます。で、球団の歴史でございます。7袋目でございます。
全編ラストの8袋目でございます。で、松田達志投手のカードでございます。はい、以上で 2023DBM ベースボールカード埼玉西武ライオンズヒストリーの開封等が、2回目の前編8パックを終わりたいと思います。後ほどですね、この後編の7袋やっていきたいと思いますが、直筆サインカードをね、お楽しみくださいませ。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。